しれしれしれいさいぞわだ。ごむくいさい大魔最小上寿。平成22年1月18日鬼神書いてございますね。ここに書いてある通り同じでございますが、鬼神すべてに感謝しすべてを喜ぶ。全てに全てに漏れる何物もございませんのです。あれがいい、これがいい、そういうようなことを気をいろ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 使って取捨選択っていうのを取ったり取ったりっていうのを選んだりする。今日ただいま今このようにあるということは、すべてにお守りをいただいておられるという真実の姿でございます。すべてに感謝しすべてを喜ぶ、このすべてにという心が眼目であります。エリコの実をいたしますと、私どものこの可愛らしい頭脳の中にあるいろいろの働きが、あかなこうかなこうかなあかなで大騒ぎいたしましてね、そうしますと取捨選択というんですが、ご自分に気に入ったことだけはよしよし、気に入らないともうプンというようなところが、それがまた、まあ、正直であるといいんですけれども、その時その事情によって千変万化してまいりますからね。全部いただききって守られきっておられるというところが原点であります。根本の根本はああかなこうかのエリゴの実はそこにはくっついて参らないのであります。あの太陽がザーッと温かな光と熱を与えてくださるのを、もしもお日様がエリゴの実をなさってたらどうなりましょうかね。あの人はケチな根性だからダメになっちゅうて温かみをくださらなかったり、いろ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 気を使ったら太陽のお光も全部に届くというようなことはございませんのです。全焼全寿全部をいただき全部を捧げ尽くしてまいりますと、お日様の命でございます、太陽の御命でございますが、そっくりいただいているのが皆様なんですよね。だから今日の
1月18日の表に書かせていただきましたのは、鬼神と鬼は火が3つ重ねて書かれております。ヒヒヒって喜んでおるんでありますから、喜びという字であります。鬼神、喜びの心は全てに感謝し、この全てが眼目でございます。襟好みなさらない。よしよしと、よしよし、全てには全てにがその答えでございます。それも感謝しと文句をつけないんであります。全てありがとう。そんなことできるんですか。実行なさる方は実行なさるんです。全てに感謝し、だって全部いただいてるんでしょ。もう文句のつけようはございませんのです、本当には。だから感謝する心から湧いてくるものは喜びでございます。すべてに感謝し、すべてを喜ぶ、それを鬼神と喜ぶ心、それは命の原点でございます。御命の根源でございます。根本の真実であります。こんなように生まれてきて損したわいだって決して思う必要ございませんのですよ。本当に真実は無条件でよしの世界が原点に授かっておられるからでございます。へえ、そうなんでございますよ。善寿、はあ、お日様が昇ってくるその温かみをいただく、その光によって全てがよく見届けることもできる、全部いただききっておられる善寿、善寿全てよしよし、賢い頭が働き出しますと、いいとか悪いとか、自分に気に入ったことならよしよしだけど、気に入らないとすぐ跳ねのけたくなってしまう、喜怒哀楽というものがついて回るのが人情の、まあ、一つの表れでございますけれども、今日の表題には喜ぶ心、鬼神、そしてそれを一番わかりやすく、すべてに感謝し、すべてを喜ぶ。